Your pen. ストックもあります。ここを訪れた有名人の手形があります。現在、パラグアイの首都アスンシオンのセントロ地区にある、まあ、おそらく一番古いであろうショッピングモールに来ております。入り口には、ブラジルのアパレルブランドのヘリングもあります。薬局に、結構安い服で衣服のある、まあ、バゴスもあります。ボックスのお店があります。なかなか珍しいです。充電できるところもあります、まあ、非常に便利です。それなりに大きい本屋もあります。子供の服屋もあります。ここは結構安くていい服があります。バーガーキングもありました。なかなかおしゃれな店舗です。セングアラミでできるマッサージチェアです。最上階には、まあ、子供の遊び場もありますが閉まっています。アディダスショップもありました、まあ、パラグアイでは、まあ、スポーツブランドは、まあ、かなり人気があります。中華料理店もありました。今から、バーガーキングでちょっと食事をしてみたいと思います。パラグアイの伝統料理パジャグアが入っているハンバーガーです。おそらくパラグアイ限定のメニューです。これは美味しいです。普通のハンバーガーより私は好きです。こちらは満量化のフライドポテトです。普通のフライドポテトよりか美味しいと思いました。エクセルシオルにあるバーガーキングは雰囲気が良くておすすめです。場所がセントロなのでなかなか来づらいですが、クロックス、ヘリング、まあ、バゴス、まあ、アディダスショップにバーガーキングもあります、まあ、また大きな本屋もあるのでセントロに来る機会がありましたら
ぜひ立ち寄ってみてください。キラキラと光